れたばっかのにさ、1944人も見てるけど、なんでだろう。バグってるよね、きっとこれ。さっきまだ切れてなかったのかな。え？怖っ。それやばいよね。まだ1時間経ってないかな。あ、そうだ。まだ1時間経ってないや、ゆい。あ、うん、関係ないけど、さっきね、地味に配信してて、本当は1時間空けてやった方が星が貯めやすいんだった。え、ちょっともう一回1時間後ぐらいに来ます。でもやらないでやった方がいいですよ。そうだ、まほちゃんが言ってくれて15分ぐらいやったから。そうだね、今寝てるし。うん、優しい。休憩あるのね、休憩なさそうだよね、今日。でもカツカツですよね。カツカツマカツです、今日。今日は朝ね、タクシーの中で配信してたんだ。え、すごくないそれ。うん、タクシーの人に配信します。配信しますって言ったの。どんな話だったの。えって言われて、あ、でもあの大丈夫です、はい、あの関係ないので大丈夫ですって言って。え、行けたの。それ喋っちゃう。そう、 でも大丈夫だった。ちゃんと守ってくれたの。静か、うん、いい人。そう、ちょっとね、綺麗な人だった。そうね、優しい人だった。そう、でもあのミュートの技を覚えたから。ミュートってどうやるんですか。ここのね、マイクのボタンを押すとね、ミュートになるよ。有名にできたんで。そうなんですか。なんかさ、なんか知らなくてさ、みんなが音が聞こえないってずっと言ってて、え、なんで音が聞こえないのって言ったら、自分でミュートにしてたから。あ、そういうこと。そう、ミュート機能がついたなんて知らなかった。知らなかったよね。そう、口なかったよね、ミュート機能付きも。便利ですね、今回はね。そうそう、今回こっち1回ホームボタン押して戻してましたから、ちょっと止めたいね。ね、あ、なるほどね。何も喋ってない。何も喋ってない。何も喋ってない。寝るなよ。今日の朝ごはん。ちょっと恥ずかしいから。朝ごはん喋ってください。ね、今日の朝ごはんは、おにぎり。それをね、紹介したんだけど、配信上では梅おにぎりしか食べなかったけど、終わった後にもたら明太子のおにぎり食べました。2つも食べたよ。そしたら元気になった。そう、そしたら元気になった。すごい元気になった。嬉しい。おにぎりパワー。うん、おにぎりパワー。やっぱご飯食べると全然違うよ。子供かって感じ。ラルちゃんとマホピョンはパンを食べてました。サンドイッチ。サンドイッチとおにぎり食べました。おにぎりパワー。そう、天気がいいよね。そうなんですよ。配信が8時から48分になってるのは間違いないですか。あ、間違いです。だけど配信なんでだろう。まあまあまあ、涼しくなるやつだ。9時49分、なるほど。平和なロケバス。
うん、平和。私が今日は何食べたい？今日？でも今もうおにぎりでお腹いっぱいなんだけど何がいいかな。この今いる場所の名物食べたい。名物食べたい。名物あんのかな。結構あのチェーン店がいっぱいあるよ。チェーン店ね。あ、じゃあチェーン店ってみんなどこが一番好き？すごい広いね。サイゼ？サイゼ早い。サイゼね。サイゼ何食べる？サイゼめっちゃいつも迷いますけど、ドリアのドリアでしたっけ、有名なドリアか、うん、カルボナーラか、あのチーズのカルボナーラ、カルボナーラのスパゲッティ、あ、パスタ、へぇ、あのチーズの焼き、なんて言いますか、お肉の、なんだろう、チーズ焼き、お肉みたいな、ステーキみたいな、なんか、あ、え、あんの、そんなの、鶏肉、あー、チーズがめっちゃ乗ってる、へぇ、それはめっちゃ美味しいです。でもなんか最近なんかあんま輸入が追いついてなくて、それあんまやってなくて。あ、そうなんだ。だから結構ドリアばっか食べてます。なるちゃんあんま食べない？サイゼ。サイゼ自体がさ、熊本ないからさ、うん、あんまり。なるほどね。 そっか東京に、東京に行かないとないもんね。そう、安いよね。安い、安い、ドリア美味しい。あと辛味チキン、あー美味しい。最初辛いと思ってたけど全然辛くなかった、うん、ね、そう、辛くない。あとね、エガちゃんの YouTube、 エガチャンネルっていう YouTube でね、エガチャンネル見てんの？あの、なんか見たんだけど、うんとね、豆のグリーンピースみたいなやつに真ん中に卵が入ってるやつが美味しいって言って、見たことある。そう、食べたらね、美味しかった。あとパルルさんがね、ハンバーグに野菜、ハンバーグになんか細かい野菜がバーって乗ってるやつがあるの。それが美味しいって言って食べたら美味しかった。っていうことで移動してます。みんなありがとう。急にみんなありがとう。